花田正樹は大阪府美濃市出身の元プロ野球選手。2011年から2013年までは NPB の阪神タイガースで育成選手としてプレー。2014年から2017年までは社会人野球のクラブチームである和歌山、美濃島球友会でプレーを続けていた。美濃市立西小学校2年次に美濃クラブで軟式野球3年次から 宝塚リトルリーグで公式野球を始める。宝塚リトルでは山田哲人とチームメイトだった。美濃市立第一中学校在学中に所属していた淀川シニアでは投手保守、右翼手などを経験。大阪府立美濃東高校への進学後には公式野球部の首相を務めながら在学中に対外試合で通算31本塁打を記録した。 高校時代には春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかったが、2010年の NPB 育成ドラフト会議では、同球団が本拠地である阪神タイガースから30名で指名。支度金200万円、年俸300万円という条件で、育成選手として入団した。背番号は127。2011年には、 ウエスタンリーグ公式戦9試合に出場。打率231、1本塁打を記録した。2012年にはウエスタンリーグ公式戦30試合に出場したものの打率108、1打点という成績でシーズンを終えた。2013年にはウエスタンリーグ公式戦34試合の出場で打率257をマーク。しかし、 支配下選手登録への移行や一軍公式戦への出場機会がないまま10月21日に球団から戦力外通告を受けた10月31日付で NPB から自由契約選手として講じ2014年に和歌山県唯一の社会人野球チームである和歌山美ノ島球友会へ入部主力選手として チームを二度の全日本クラブ野球選手権大会優勝、社会人野球日本選手権大会出場に導いた。背番号は、阪神に同期、同年齢で入団した中谷正宏と同じ60。その一方で、2016年のクラブ選手権、予選終盤の得点期で臨んだ打席で三振したことを機に現役を退くことを決意。実際には、 翌2017年にもプレーを続けたが、日本選手権への出場を花道に引退した。現役最後の試合であった、明治安田生命との日本選手権1回戦では、8回表西2塁で迎えた最終打席で中堅への敵時打を放っている。現在は、尼崎市内の企業に勤務している。 50メートル走で6秒6を計測したほどの瞬速と105メートルの距離を投げられるほどの強肩と手話な打撃が持ち味のスラッガー。美濃東高校時代に指導を受けた長谷監督は大阪府立渋谷高等学校の監督時代に中村のりひろを指導した経験から打球の飛距離はのり以上と評価した。和歌山美濃島球友会への参加を機に チームの有力スポンサーで和歌山県内を中心にスーパーマーケット事業を展開する松源のごぼう店総菜売り場に2018年1月20日まで勤務。店舗の営業日には朝6時の始業から総菜を上げ続けると就業後の17時から21時までチームの練習に参加していた。その一方で普段からチームぐるみで 地域活動に参加しているため、地元の子どもたちからの人気が高かったという、ありがとうございます。